どうも、バンです。さて、本日2024年5月21日です。ミンツクとですね、みんなで作ると、いくつか動きがあったので、いろいろと、溜まっている分も含めてお伝えしておきます。とりあえず毎週月曜日なんですけれども、スペースでね、配信されてます。で、YouTube にもね、上がってます。概要欄にリンク貼っておきます。で、もうすでに2回ありまして、5月13日第1回、5月20日に第2回ということで、配信がなされてますね。で、特徴的なのがですね、X スペースかな、で配信されてるということで、テーマに沿った内容について、広く一般の方からね、リアルタイムで、意見を募られてるというところですね。これは国政政党で唯一こういうことをね、しているというふうに、思います。多分確かないはずですよね。 NHK 党でもこれはやってないはずですよね。で、ただテーマに沿わないことをね、なんか言うとか言うのであれば、ちょっとそれはね、おそらく排除されるかなと思うんですけども、今のところね、非常にね、第1回第2回の配信ちょっと長いんですけどね、長いんであんまり皆さん多分チェックされてない方多いと思うんですけども、内容はね、非常にね、健全です。でね、バン TV、こういうのがバン TV 好きなんですよ。なんかひっちゃかめっちゃかとかおちゃらけたりとかじゃなくてね、こういう真面目な風にね、政治活動をやるっていうのはね、非常に健全だというふうに思いますね。第1回は子供の人権についてです。で、大地くんっていうね、もうほんとね、これは必見ですね。僕もここまでね、児童養護施設の実態がひどいとは思いませんでした。ちょっと、とりあえず概要欄にリンク貼っておきますけど、ちょっと長いんですけどね。で、あと、その大地くんの実体験の話を受けてのね、大津投手の考えであるとか、あとそれから、いわゆる東横キッズ問題ですね。この件についてもね、いろんなことが議論されてました。で、ちょうどタイムリーなことにですね、昨日ですね、政府与党自民党がですね、この東横キッズにまつわる話題であるとか、それに関連する対策ですね、これに本腰を入れていくというふうな報道までなされていると、非常にタイムリーなね、ことだというふうに思いました。で、第2回目はですね、政治と金の問題。これはもうみんなで作る党の一丁目一番地と言っても過言ではないでしょう。それについてね、いろいろ議論が重ねられています。もうそれこそね、官房機密費の話までね、出てきているわけですよ。皆さん官房機密費知ってますかね？官房長官のね、部屋に行ったら、金庫があって、そこバカって開けたら、お金が入っていると。で、そこからお金を使ったらですね、次の日だか翌週にはですね、いつの間にかお金が補充されていると、領収書いらないと、要するに金のなる木がね、官房長官の部屋にあるという、ほんまかどうかわからないですけど、どうやら本当みたいなんですよね。だから政府自民、与党ですね、お金が使い放題と、税金ですね、しかも領収書なしで使い放題というね、実態があるということですね。ほんまの話ですよ。さて。で、そういう政治と金の問題、それこそ与党自民党のね、パーティー券、それから裏金問題についてのね、抜本的な改善対策の案であったり、ちょっとね、だいぶ飛躍した論理で、理想論を語られているところもありますけども、その理想論に畳みかけるようにして、それじゃダメじゃないかというようなね、建設的な意見が出てきたりであるとか、非常にね、健全な議論がなされてます。おちゃらけ要素、エンタメ要素はあんまりないです。なんですけれども、僕はこういうの好きです。毎週チェックしていこうというふうに思います。で、多分ね、1時間半ぐらいあるんで、皆さんね、途中で諦めている方が多いと思うんですけども、これ、バン TV、ちょっと、ちゃんとね、チェックして、情報発信していきたいというふうに思います。で、斜め読みっていうか、ろくに内容もチェックせずにですね、バカにばっかりしているね、ミンツクとアンチのね、YouTuber の方が結構おられるんですけども、そういう方の情報はね、全部はどうせ見ておられないというふうに思いますんで、話半分に聞いておくのがいいんじゃないかなというふうに思います。
はい、次ですね。ちょっと遡りますけども、党員募集再開されています。ね、詳細は概要欄にリンク貼っておくんですけども、いくつかランク分けがあるみたいですね。ボランティア会員であるとか、参助会員であるとか、なんとか会員とかね、お金のね、寄付金額に応じて、3段階か何段階かに分かれています。で、バンティーミもですね、ボランティア会員にね、とりあえず、無料なんでね、登録させていただきました。なんでか。ね、かつて、N国党ですね。N国党は、アプリ会員っていうのがありましたよね。で、あれにね、バン TV 入っときゃよかったっていうふうに思ったんですけどもね。まあ、そういう経験もあって、まあ、とりあえず無料会員のね、ボランティア会員からね、入っておいて、で、何らかのね、今後、動きがあった時にね、こういう情勢が読みやすいということもありますんで、とりあえずね、まあ、内部の情報で、外に出したらあかん情報とかはね、うかつにバン TV の方から言いませんけれども、すでにもう情報来てますよ。ほにゃららほにゃららでほにゃららとか、そんなことはまあ、具体的には言いませんけれども、まあ、そういうことですね。はい、次、5月17日ですね。党首声明発表されています。黒川敦彦らの代表の件について、これはまあやっぱり言っとかなければいけないかなと言ったところですね。1年ほど前まではですね、黒川敦彦さんはみんなで作る党の役員の方でした。で、これについてのね、批判をされている方がおられます。昔、黒川敦彦さんがやってたことについて、大津党首は野放しだったじゃないかというようなご批判ですね。でも、よくよく考えてくださいよ。その後ね、黒川敦彦さんは、大津中党首、首切っておられますよね。これでよかったんだというふうに思います。最初の頃、ちょうど今から1年前頃にですね、黒川敦彦さんが、みんなで作る党の名前を冠して活動を行われてましたけれども、それを大津彩投手横目にですね、まだ経験も浅かったんでしょう。なかなかね、そういうことはズバッとね、やらんといてとかっていうふうにはおっしゃいませんでしたけれども、まあ、その後ね、結局は首切られてるんでね、何ら問題ないというふうに思いますね。そして、ちょっと話は戻りますけども、スペースでね、月曜日、毎週配信されていくということであったり、あとそれから、すでに1名、公認候補者を擁立されているということですね。どなたかはまだちょっと記事にはなってませんし、新着情報、民族党の新着情報にも上がってきてません。どこで立候補するであるとかね、そういうことも出てきてませんけれども、まだね、その辺は時期尚早なんじゃないかなというふうに思います。何しろ、民族党は破産手続き中ですね。とにかくもうこれが終わらんことにはですね、もう、やっぱりお金のかかることについてはなかなか身動き取れないというふうにね、考えられますね。まあだから破産手続きが終わるまでは、とりあえずね、こういうようなお金のかからない体制で、大津彩香投手を中心にですね、動いていくのがいいんじゃないかなというふうに思いますね。まあとにかくこの第1回、第2回のね、非常に建設的な、この議論の場ですね、どなたでも参加できるのかな。バン TV はまだ参加したことがないですけども、またね、そのうち参加してみようかなというふうにも思いますね。子供の人権、政治と金の問題。ここは非常にね、さっきも言いました通り、現在、日本が抱えている問題のかなりね、コアな部分なんですよ。子供の人権。これをなくしてですね、日本の未来は語れないですよ。子供にはですね、参政権がないです。まあ、与えようという動きは若干ありますけれども。で、ここはですね、やっぱりね、ないがしろにされがちなんですよ。子供の人権。なんでか言ったらですね、ここに力入れてもですね、政治家先生たちにとってはですね、あんまり票に結びつかないんですよ。でも、本当の本当に日本の将来を考える人たちは、ここを重視するというふうに思います。バン TV もここ。大津彩香投手がですね、政治と金の問題よりも、まず第一に、第一回のスペースの配信でこれを持ってこられたこと。これはね、非常に有意義だというふうに思いました。皆様は、どのようにお考えでしょうか。ぜひともね、屈託のないご意見を、コメント欄でお寄せいただければというふうに思います。本日以上です。ではでは。